こんにちは。薬剤師のゆうです。今回は、医薬品の効き目、ツルダケ、ハエ、ゴキブリ退治、バポナ殺虫プレートについて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速、本題に入っていきます。まず、バポナ殺虫プレートの特徴から見ていきます。釣るだけで有効成分がプレートから空気中に拡散し、ハエやゴキブリなどの害虫を駆除する。 2ヶ月から3ヶ月間、安定して薬剤が起散するため、効果が持続する。見えない場所にまでも有効成分が行き渡るので、物陰に隠れた害虫にも効果を発揮する。設置場所の広さに合わせて商品を選択することができる。バフの殺虫プレートの種類について見ていきます。バフの殺虫プレートには3つの選択肢があり、左から、 1>, 1から1.5乗用、3乗から4乗用、6乗から8乗用です。組み合わせることも可能なので、より広い空間にも使用することができます。ただし、プレート同士の間隔は1.5メートル以上空ける必要があります。設置場所や駆除目的の外注の種類により、1プレートあたりの推奨される広さが異なるので、購入の際に確認が必要です。 それでは、バポの殺虫プレートの有効成分について見ていきます。有効成分はジクロルボスです。これは、神経伝達物質のアシチルコリンが分解されないようにすることで、分解されずに増えすぎたアシチルコリンにより神経障害を引き起こされ、結果として殺虫効果を発揮します。有機輪形化合物に分類され、多く摂取してしまうと、 人体にも影響が出ることがあります。具体的な症状として、頭痛、めまい、腹痛、下痢、吐き気、全身のだるさ、多量の発汗などが挙げられます。これらの症状が出て、どんどんひどくなるようなら、できるだけ早く病院に受診するか、救急車を呼んでください。その際に、救急隊員に有機リン系化合物を 多く摂取してしまった可能性があることを伝えてください。有機リン系化合物の解毒剤があります。過去な殺虫プレートの注意点について見ていきます。居室、例えば客室、事務所、教室、病室など、または居室にある戸棚、キャビネット内では使用しない。飲食する場所、飲食物が露出している場所では使用しない。 小児やペット、家畜動物の届かない範囲で使用する。製品を取り扱った後、または皮膚に触れた場合は、手や触れた部分の皮膚を石鹸と水でよく洗う。それでは、今回の動画のまとめです。釣るだけで有効成分がプレートから空気中に拡散し、ハエやゴキブリなどの害虫を駆除する。 2ヶ月から3ヶ月間、安定して薬剤が起産するため、効果が持続する。見えない場所にまでも有効成分が行き渡るので、物陰に隠れた害虫にも効果を発揮する。居室、例えば客室、事務所、教室、病室など、または、居室にある戸棚、キャビネット内では使用しない。飲食する場所、 飲食物が露出している場所では使用しない。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。